皆さんこんにちは、エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さて、娘の彼が大学でサッカーをしているんですけれども、いろんなところに遠征に試合に行っておりまして、今回うちから30分ぐらいのところにあるの UCLA、で試合をするということなので、娘と一緒に行ってきましたので、その時の様子を皆様にもシェアしたいと思います。まずこちら、入りましたら、バンドの演奏がしてましたので、しばらくちょっとお楽しみください。なんかさすがアメリカっていう感じですけれどもね、みんなこう楽しそうに動きを入れて演奏してますね。昔あの「のだめのカンタルナーレ」っていうねドラマがあって、その時のことをちょっと思い出したりもしました。そしてね、もう少し歩いていったら、もうこのシャボン玉が飛ぶ中でチアリーダーが踊っているっていう、もうなんか本当にザ・カレッジライフっていう感じですよね。本当アメリカンですね。昔ね、あの娘もチアリーダーやってまして、あのチームキャプテンなんかもやってたんですけども、まあ、その頃のことをちょっと思い出しながら見ておりました。そしてこちらサッカーの試合になります。ちなみに入場料が大人1人10ドル、子供が5ドルでした。そしてアメリカで試合の前に必ず行う、こちら国旗ね、見ながら右手を左の心臓に当てて国歌を聞くという儀式になります。そして選手一人一人こちらで紹介されます。ちなみに、娘の彼は今フレッシュマン大学1年生で、1年生はこのチームの中に3人しかいないということなんですが、このスターターの選手としては入っていないです。この中には今いますね。そして試合が始まったわけなんですけれども、なんかサッカーといえばね、まあ、ちょっと私事なんですけれども、あの高校1年生の時にもう憧れていた人がもうサッカー部のキャプテンでね、もう片思いでしたけれども、サッカー日本でも人気ありますよね。やっぱりスポーツをする人ってね、かっこよく見えたりしますよね。私も思わず声を出して応援したりしてました。そしてこちら相手チーム UCLA にまず1点取られてしまいました。で、点が入るとこういう風に音楽が鳴ってね、この女の子たちも踊ってますけれども、そしてあ、彼氏の登場です。どうでしょうか。ちなみに彼はあの奨学金をもらってこの大学のサッカーチームに入ったわけなんですが、こちらの選手ですね、あの日本から来た選手で、あの彼と同じチームメイトなんですけども、今大学1年生3人のうちの1人になりますが、彼はあの奨学金ももらわずに、この大学というのがすごく難しくて、もう京大や東大よりも難しいと言われている大学なんですが、もう彼はもう勉強して猛勉強して、もう実力で入ったということで、もうサッカーのチームにも実力で入っております。すごいですね。もう私びっくりしたんですけれども、まあ日本語が喋れるということでね、まあ娘とも早速友達になったようですが、
あの彼この前ねテレビでも試合を見てたら彼得点しましてね、もう本当に将来有望な選手だと思います。まあ、日本人ということで私ももう応援しております。そして見てください、この日本人の選手得点しましたよ。もう本当にすごいですね。もうみんな彼の名前を叫んでおりました。もう本当にあの将来有望だと思います。とても嬉しかったです。最近は大谷選手をはじめとして日本人で海外で活躍する選手増えてきましたよね。本当に頼もしいです。ボール飛んできました。こういうこともありますね。ということで UCLA でのサッカーの様子でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。こちらは試合後のストレッチですね。彼氏に巻いてハッピーです。ではまた。